川上牧希10月12日対新潟県三条市出身。シンガーソングライター、ボイストレーナー。歌声用聖書ンボイスミュージックラント代表。音楽芸能プロダクション株式会社マッキーアイ、ランズ代表取締役。1992年ロックバンド、フラワーチャイルドのボーカリストとして、ヘイ、ヘイ、ヘイ、発表。1995年。 モトクロスゴーテーマ曲担当、日米、出動時発売。1999年単身ボストンエとベーシ、ハウス・オブ・ブルーズと、有名クラブなどに多数出演。ファーストソロ、デビュー CD、マッキー発表。ビートマニアーに、ソングス、ミックスフィーチャリング石の森翔太郎、人造人間キカイダー発表。セカンドソロ CD、It's Great to b アライブ、発表。 2001年、ワイルド、ターキー日本ブルースロック賞受賞。2004年、川上牧ボーカル塾、ワンボイスミュージックラント設立。2005年サード、カバーアルバム、ラビューマイウェイ発表。2006年ホースソロアルバム、シーン、エス・オール・オーン、マッキー、エス・カフェ・ラベルズ発表。2007年、ドワンゴーアーティストプロダクションにて、ボイストレーナー契約。人気声優。 南条吉野らを担当。2008年同郷同世代のシンガーソングライター名優、つんたとフィフスデュエットアルバムリッスン発表。売上金の一部を新潟県へ寄付。2008年鹿児島県肝付郡肝付町の合併記念ソング肝付温度歌唱担当。2008年間ラジオ番組川上牧の巻エスカフェスタート2010年。 It's Great ー b Alive が、敗者さん栄光。OP に起用。2011年、The Sounds of A i v e r が、感じる絆シネマ CM ソングに起用。2012年、アイドルグループベイビーレ a ズ、ボイストレーナーを担当。2012年、堀江淳プロデュースにより、デビュー20周年記念シングル、True Eyes、闇を越えてリリース。2012年、佐藤ひらり初シングル。 未来、空高く総合プロデュース。売上金100万円を全額足長育英会へ寄付。2013年複合型高齢者介護施設、静かう音楽の達人就任2014年、音楽プロダクション株式会社マッキーアイ、ランツ設立。2015年自社レーベル MI、L レコーズ設立。8年振りのフルアルバム、ホーム発表。OP、ワイルドサイドオブザストーリーが、 マルソー株式会社創立60周年記念 CM ソングに起用2015年3月育児なし桜しめじ楽曲提供ボイストレーナーを担当2015年5月 m i エルレコーズ第2弾作品塾女ユニットオイラン塾両英面シングルオイラン塾イングレイブリリース2015年8月半診療所にてイモンコンサート開催 期限金寄付2015年9月 MI、エルレコーズ第3弾作品祖父は不滅の69、連勝という大記録を誇る、第35代横綱、双葉山女優の、秋吉時代、CD シングル、両国ロマン夢模様、双葉山おじいちゃん前リリース。2016年4月、三条の英雄、世界のジャイアントババを名誉市民にする会の会長として、署名活動、 同年9月5日に、馬場は名誉市民に選定される。2016年11月 MI、エルレコーズ第4弾作品、山内美優配信デビューシングル、キュキュガール、きっと世界は広がる、エクセクティブプロデューサーとして参加。2016年12月 MI、エルレコーズ第5弾作品、マイディアー、川上薪リリース。タイトル曲は、前作と同じ堀江淳のペンによるもの。また、 同世代の名優、井上雅美の泣き出し層では、女性カバー曲に挑戦するなど新たな試みとなっている。2017年8月、アマツカプロジェクトミルクハニー名義にて、イノセントエンジル、愛の歌え、楽曲提供、ボイストレーナー、ボーカルディレクション担当。2017年11月 MI、エルレコーズ第6弾作品、コーシロー配信デビューシングル、 吉祥寺さんロード、エクセクティブプロデューサーとして参加。2018年11月 MI、エルレコーズ第7弾作品、イージマリナ配信デビューシングル、約束の日、総虹色ファンタジアマイナスエクセクティブ、プロデューサーとして参加。2019年4月、ランキング、クイーン、真相版発刊、コメンテーターとして参加。 2019年5月声優、歌手の愛坂優香復帰ライブ、愛の、上塗り、ボイストレーナーとして参加。2019年7月レック株式会社主催、大感謝祭プロレスにて、リングアナウンサーデビュー。実況は、辻吉成氏2019年7月、環境デザインプロジェクト、音楽環境対バンやろうぜアドバイザー就任。 2019年8月神田明神で行われた神田プロレスにてミニライブタイトルマッチ前に君が予聖賞。2019年9月レック株式会社主催大感謝祭プロレスにてセレモニー冒頭でオールウェイズボンジョビを歌唱。2019年11月 m i エルレコーズ第8弾作品1000配信デビューシングル涙性テラス。 アンサーエクセクティブプロデューサーとして参加。2020年1月ブライトレコーズとの共同出版にて石原雄二郎の代表作、よぎりよ、今夜もありがとうを英語誌カバーにてリリース。カップリングには AKB48 の恋するフォーチューンクッキーを作曲した伊藤慎太郎氏との20年ぶりの共作、オーティスが聞こえる自らのペンで書き下ろした優しさに、 ありがとう収録。2020年9月 COVID-19 の影響により再延期となって開催された音楽環境対番やろうぜのテーマ曲リバース感情再生を担当。ありがとうございます。